皆さんこんにちは、こんばんは。ココロリンクゲームズペイくんです。ドラゴンクエストヒーローズは続きやっていきます。よろしくお願いします。というわけで今回は魔法研究所の所長、前回お話ですね、魔法研究所の所長ジュリエッタが仲間になった、心強い仲間とたちともに大切な発明品動力装置を守り抜こうというわけで、それの話を進めていきますので、よろしくお願いします。 OK、 行こう。でね、仲間になったことによって、なんと4人を操作キャラクターを変えれるようになったみたいなんで、まあいろんなキャラクター使っていきたいですね。いやー、おもろいおもろい。さあ来た、コートルダ。これを守らなあかんみたいなこと言ってましたね。これが動力装置ね。よーし、絶対に守りにってするわ。この辺りの守りはさっきやっつけたから、しばらく安全に運べそうね。だがどこでまた奴らが現れるかわからない。油断はできないぞ。念のため、念のため動力装置を守備する兵士を配置しておいた。我らは装置に魔物が近づかぬよう見つけ次第やっつけるのじゃ。来たー。お、怖え怖え。よし、激戦に備えようぜ。で、これでか、お、枯れた枯れた。君はいいとして、世界樹の葉、力尽きた仲間は世界樹の葉で抜き切られすることができます。近づいて、ペケ。へぇー。なんかブーメラン帰ってくるときちょうど、あ、これかこれか。そう、ブーメランを投げた後に、ちょうど、で、同じボ、あ、じゃなくて、四角か三角を押すと、うん、こんな感じで、あれ？どうやろ？わからへん。できてんのかわからへん。でも、デュアルカッターって言ったよな。痛い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 、ほいーってやって、難しいな、ほいーってやって、ほっ、これこれ、デュアルカッターって言ってバギーじゃん。んで、パワフルスロー 7? 7って出てなかった。どうなんどうなんそれ、どうなんそれ、どうなんそれ。ちょっとね、この子の武器をまだ強いの作れてないから、装備できてないからな、まだ弱いかもしれんぞ。あ、でも操作難しいな、この子。2個目来た、2個目来た。よしよし。ジュリエッタ所長、街の中にまたようなものが現れました。声しっかりしてんな、君。ねえ。なになになに、どうしたどうしたの。あなたに渡したいものがあるのよ。ほう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 。まだ試作品なんだけど。なになになに。これを身につけて魔物をやっつけると、うん、魔物の心がコインの形になって飛び出してくるようになるの。ほう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 。モンスターコインを持っていれば、好きな時に魔物を呼び出して一緒に戦ってもらうことができる。マジで仲間なんの。いいね。危ない、危ない。お、スライムナイト、ピエール、ピエール、もしくはアーサー。なったー。なんかこのコインどっかで見たことあるな。モンスターコイン。むっちゃ妖怪っぽいけど、俺が入って、じゃあ実践あるのに。うん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 。方向キーの上を押して。方向キーの上って言っちゃった。めっちゃ上って言ってた、うん。こんな現実のムービーでいいのそれ。モンスターコイン使えば押し寄せてくる魔物を食い止めることもできます。マジで。今、動力装置の西と南に魔物の扉があります。このままでは2方向から魔物に襲われてしまいます。もし西の魔物の扉から現れる魔物たちとだけ戦い続けていると、もう一つの魔物の扉から現れた魔物たちに動力装置が奪われて、あ、襲われてしまいます。その時はモンスターコインで仲間モンスターを呼び出し、一方のルートを守ってもらいましょう。モンスターコインで呼び出したモンスターは、一等のがなくなるまで呼び出した場所で他の魔物たちと戦い続けてくれます。その間、もう一方の魔物の扉から現れる魔物だけに集中して戦えるようになります。仲間モンスターの力をうまく活用すれば、どんな状況も乗り切ることができるはずです。さあ、動力装置を守り抜きましょう。オッケー。ちょっと待って、キャラ変えよう、キャラだよ。おっさんにしよう、おっさんに。ほんで、呼び出す上。よし、頼んだよ。というわけで次こっち行ったらいいかな。わーい、大丈夫。ほら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 、おお、すげえすげえすげえ。四角四角三角、いいねいいね。四角四角四角三角、あ、全部これや、全部これやった。敵は敵はディルクさんはね、なんか全部この三角はこれになります。どのタイミングでやってもこれになります。で、氷結乱撃、
ほらほら、お強い。なんとスライムのモンスターコインを手に入れた。やったやったやった。タイプディフェンス、敵をスラストライクで吹き飛ばした後持ち場で守り抜く。ほうほうほう、これ2匹呼べるんですか。ちょっとやってみようか、やってみようか。やばいやばい、あっちやばいやんよ、見たらスライムめっちゃ迫ってきたレベル上がったし、とりあえずこいつら蹴散らして、ちょっと呼んでみますよ。ほい、おお、2匹目呼べた。あ、ほんで死にそうなんですけど、ピエールが、えい、 MP がね16いるから、この魔法唱えれへんかな、もしかしたら。ほらー、ええよええよ、頑張れ。お、スライムベストのモンスターコインを手に入れた。いいよいいよいいよ、じゃあここに呼ぼうぜ。スラピーちゃんと名前あるやん。いやいや、頑張れ頑張れ、エリザベスやってほらほら、ほいほいのほいほい。あ、そっかそっか、万人壊さなあかんのかバカでありましたよ私はあー、唱えれへんわ、国王の怒り。お、モンスター軍の猛攻、すべてのモンスターをやっつけろ。ゴーレムが現れた、マジで。あっち大丈夫、王様は大丈夫。ほいほいほいの、おーい、ほーいって、なんかすげえ連続で続くんや、これ。三角めっちゃ練習したら。よし、じゃあ、強血ランゲいかましょう。えいえいえい、よしよしよし。あ、わかったわかった。ちょっとアクション一覧見てみよう。三角長押しとかありますね。R1 押しながら、うんうんうん。テンションアップ必殺。OKOKOK。長押しとかある。やってみよう。かっこいいかっこいいかっこいい。はいはい。やばいやばい、めっちゃかっこいいねんけど。このおっさんできるぞ。君は死んだか？よいしょ、よいしょ。ほいほい。おーい、からの、おーい。えい、まだ続くよ、おっさんは。えい。いいね、いいね。あれ、こいつ死なへんねんけど。こいつ死なへん、もしかして。大丈夫？無視しようか。よし。じゃあ、次はこっち行くでー。やべ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 。あ、モンスターもうおらんやん。おらんねんけど、モンスター。マジで？マジか、かわいそうやな。死んじゃうんか。じゃあ、レベル上げれるとか、そういうのじゃないんですね。はい。ベスゲットして。じゃあ、ベスこの辺に呼ぼうか。行け！おい、おい、おい、からの、おい、オッケー。次、この子が難しい、俺には。この子がむっちゃ難しいな。こうやってこうやってで、キャッチして、これよいしょ。難しい、キャッチ、やるかった、弱いな弱いな、どう考えてもな。これ死なへんねんけど、なんで。なんか体力ゲージないっすよね、こいつ。あ、消えた消えた、やっと。これなんで体力ゲージないんやろ。ほいしょ。あれ合ってる俺。おー、キャッ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 。不安になったんや、めっちゃ。これで勝ちでしょ。よし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 。黄金のかけら、世界中の歯4つもあんねや。要は勝てばいいのよ、勝てばね、うん、右のやつなんか気になるな、あのポーズな。すごい、魔物が仲間になってくれたわ。これで前みたいに仲良くできるわね。残念だけど、これは維持的なものよ。魔物をちゃんと元通りにするには、世界で何が起こってるか突き止めなくちゃ。そうなんだ、まだみんなを正気に戻せたわけじゃないんだね、がっかり。おみの元気を出せよ。維持的にでも仲間にできるということは、みんなを本当に元に戻せる可能性もぐっと高まったんだぞ。そっか、そうだよね。よし、僕もっともっと頑張るよ。さて、モンスターコインの話はひとまず置いといて、おかげで動力装置を研究所の近くまで持っていけたわ。あとは魔法研究所の所員に任せて、一度キャンプに戻りましょう。よしよし、キャンプ戻んの好きやね、君ら。テレテテテテレテレテテレテテテ。ありがとうございます。ディリク様、それに神霊隊長さんたち、ありがとうございます。おかげで動力装置を守りきることができましたわ。当然のことでしょうね。お礼には及ばんわい。
ジュリエッタのモンスターガインがあったからおせよ、うん、それにしてもマモルたちはなぜあの装置を狙っていたんだろうな、そうね、もしかしたらマモルたちは動力装置に蓄えられたエネルギーに群がってきたのかもしれないわ。とにかくあれを研究所へ運び込めば私のとっておきの発明品、世界を巡る船が完成するの。必ずあなたたちの力に助けになるはずだわ。オッケー、めっちゃレベル上がった、みんな。あ、1回しくらいしか上がってないな。スキルポイントももらって黄金のかけら、スライムピアス、中級1個。よし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 、いいぞいいぞ。この辺はでも、勝手にゲットしてるわけではないのか。君3になってもらおうか。君はなしね。オッケーオッケー。遊びできない。オッケーオッケー。よし、じゃあちょっと整えてからまた行きましょうか。よく来たな。あ、あれ装備できるかな。素材、この1個取ろうかな。ほらよ、よしぞ。んで、間違えた。買う。じゃあ、鋼の剣買っとくかね。2000円とちょっと高いけど。はい。ほらよ、ええよ。演武のコン。これ無理や。あ、いけるやん。あ、でもスパイクルート買いたいな。そうやね、そうやね。ちょっとお金はしっかりと貯めていこうか。あと作戦スキル振り分け。リンクなんかやっとく？煉獄斬りでより広範囲か。まあ、デイン覚えとくか。そうやな、デイン覚えとくか、とりあえずね。よし。で、次、ライデインね。よし、じゃあセーブして。よし、準備も整ったことやから、大切な発明品装置を守り抜こうというのをやってるんですけども、これで話が進むのかな？行きましょう。さあ、面白いよー、マジで。ブーメランのでもね、ジュリエッタちゃんがちょっと難しかったな、操作。あ、また守らなあかんのね。オッケー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 。任して任して。ジュリエッタ所長、動力装置の運搬中に異常が見られたため、装置の確認をしてたんですが、その間に魔物の群れが再び押し寄せてきました。申し訳ありません。まずいわね。このままじゃまた黄金の的になっちゃうわ。しかも今回は、反方向から押し寄せてきたみたい。かなり厳しい戦いになりそうね。モンスターコインうまく使えば、いずれかの方法の魔物たちを足止めできるかもしれないな。確かにそうかも。それじゃモンスターコインを使ってしのぎましょう。動力装置を守り抜け、その、ニジャイ、おりゃー。コイン、コイン、コイン、コインゲット。よし、じゃあ、君、ここや。頼んだぞ。頼んだぞ。あれで、あいつ一人で守れるか守れへんよな。よし、じゃあ、ここ、速攻でやろう、速攻でやろう。ほらー、ダイヤモンドダスト。いえ、でいえ。よいしょー。で、お前じゃあ。お前、体力あるな、今回は。前回なんかしたけど、こいつの体力ゲージが見えへんかったからな。よし。よいしょ、よいしょ、の。おい。お、コインある、コインある。こいつを倒してから行こう。オッケー。さあ、急げ急げ。スピード勝負やぞ。魔術師のモンスターコイン。ギラを唱えながら現れた後、持ち場を守り抜く。ディフェンスタイプ。とかだ、オフェンスタイプとかもあるってわけですな。これは楽しそうやな。よいしょよいしょ、頑張れ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 。あー、死んじゃった彼。よし、魔術師にここ、押さえてもらって、で、俺はこっち行く。よいしょいしょ。あ、あるぞ、あるぞ、あるぞ、コインあるぞ、コインあるぞ。よいしょ、ダイヤモンドダスト。あ、なくなる。あれ、死にそう。知らん間に死ぬってことがあるかもしれんな、このゲーム。怖い怖い。よし、じゃあお前をまずやろう。オッケー。でーん。ラバー。はいはいはいの。はい。はいはいはい。はい。まだか、ほいほいほい。ほいほいほい、オッケー。さあ、帰るぞ帰るぞ、急いで。スピード勝負、スピード勝負。でも、君らのコイン欲しい。よし、コインあった、コインあった。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。コイン、めっちゃコイン出た、めっちゃコイン出た。マジかマジか。さあ、動力装置が襲われている。じゃあ、君たちはここで、守ってもらいながら、ソル君。よしよしよし、いいぞ。あ、万人現れた。マジでマジで。あ、これ全員出撃してるってことかな。左下。
選んで、そうやな、でも出てんな。じゃあもうこれ以上取れへんのか、コインは。オッケーオッケー、分かった分かった。ほい、ほい、ほいよ。ほい。あ、じゃあ、これを、分かれる。分かれる。分かれる。で、これ取って、よしよし、骸骨。自分の頭を敵に投げつけた後、持ち場を守り抜く。オッケー、いいね、いいね、いいね。んじゃあ、ここ。お、いいね。あ、骸骨1枚、1枚ってよかったのか。んで、よいしょってやって、もう結構忙しなってきたぞ。忙しなってきたぞ。よしよしよし、頑張れ頑張れ。これをやって、マジックって名前なんや。リバースト。ほら、オッケー。よし、コインコイン、コイン欲しい、コイン欲しい。お、レベル上がった、レベル上がった。コインを1個ゲットして、よいしょ。よし、じゃあこの子をね、呼ぼう呼ぼう。あ、でもこの辺で戦ってもらって、で、俺があっち行こうか。あ、でももう一匹。これ君を、呼び出すってやったら近くに来てくれんのかな？どうなんやろ？あ、無理やな。別れなあかんのか。一回呼んだらもう配置交換無理なんかな？なんかすごそうなんでやったぞ。テンションアップやって。やったやったやった。よしよし。じゃあこっち行こうこっち行こう。頑張ってな。うん、これ全部で呼び出してんもんな。そうなんかそうなんか。変に呼び出し続けるのも良くないね。ほらよいしょよいしょよいしょ、いいぞいいぞ。ほらダイヤモンドラストじゃーい。うわ、まだまだあるある。結構大変やんけ、このミッションな。ほらはいはい。はい。どこやってる？はい。はいはい。はい。しょ？ほいほいほいの。ほい。やばいな、やばいな。あ、そうな。かわいいな、ミレイちゃんは、本当によ。確かに、敵に回すと厄介だ。あ、君も苦手なんや。こいつの攻撃には毒があるからな。毒か。部活に攻撃を食らないよう、気をつけろよ。よし、コイン欲しいのにな。ちょっと待って、君じゃあ、別れよう。さすがにちょっと疲れてる。よし、んで、ドラキー。魔法アゲルを唱え、MP を回復してくれる。マジで？モンスタータイプには金色のディフェンスタイプと銀色のアシストタイプの2種類があります。これまでに出てきたディフェンスタイプのモンスタータイプは、あ、モンスターコインは呼び出した場所にとどまり、その場を守るために戦ってくれました。マティネートアシストタイプのモンスターコインは呼び出したその時に個性的な行動でアシストしてくれます。ただし、アシストタイプのモンスターコインは行動をすぐにいなくなってしまうので、ここぞという時につけましょう。どのモンスターコインがどちらのタイプか、またアシストタイプの場合にどんな行動をするかはモンスター図鑑で確認してください。なるほど。魔物の数が多い。確かに多いぞ。さすがにきついな。やばいやばいやばい、急がな急がなか。おお、やばいやばい、めっちゃ新鮮ねんけどこっち。ほら、ダイヤモンドダストじゃーい、ダイヤモンドダストじゃーいってやって、うわ、ゴーレムおんねんけど、で、ダイヤモンドダストじゃーいってやってから、これで MP を回復。おお、いいね、いいね、いいね。ダスト、ほらー。やばい、破壊されそう、破壊されそう。大丈夫、俺たち。えいやー、はい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 、はいはいはい、はい。これ結構大変やったぞ、このミッションな。舐めてかかってた俺。やばい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 。めっちゃ破壊されそうやんけ、これな。よいしょよいしょよいしょ。やばいやばいやばい。マジマジの壁しましょう、壁しましょう。マジ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 。デンジャー。ほらほら。破壊されそう。まずいまずい。はいはいはい。はい、オッケー。破壊されそう。よいしょーい、はいはいはい、破壊戦隊と破壊戦隊とお願いやから、おりゃ、これ全然守れへんねんけど。むっちゃ大変やないか。おりゃっす。よし、ゴーレムは1匹やったぞ。よいしょよいしょよいしょ、オッケー、ゴーレム2匹やった。さあ、やばいぞ、いろいろやばいぞ。よし、ちょっとダイヤモンドダストを適当に唱えて、これ敵か、よいしょ、敵か味方か分からへん。おっおっおっ、よいしょ、バブルスライムバブルスライム、よいしょよいしょよいしょ、よし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 、でこれをゲットして、バブルスライム毒の沼を作り出す。何何何それ何それ何それ、毒の沼使ってもらおうか。よいしょ、おー、作ってる作ってる。マジで。マジで。
嘘やん。はい。あ、経験値引き継がれんの。え、めっちゃ難しいねんけど。よいしょ。ほら。ほら、来たー、モンスター最後の進行。頼む頼む、頑張って頑張ってみんな。じゃ、とにかく、あれ、何だっけ、扉を壊そう。あ、扉なくなった。オッケーオッケーオッケー。で、これを守りきればいいんやろ。よーしょー。こっちがやばい、こっちがやばい。どっち見ていいか分からへん。マジ大変やんけ、このゲームな。こんな大変と思わんかった。よいしょい。で、レベルアップして、ダイヤモンド出すと。オッケー。よいしょ。マジ舐めてたな。適当にやっときゃ多分いけるやろとか思ってたけど。全然そんなこともなくやったな。よしよしよし。やばいやばい、ゴーレム来た、ゴーレム来た。だるぶ、動力装置まだ大丈夫やな。よいしょ。よし、ゴーレムチャンス、ゴーレムチャンス。デイン、うん、けいよ。ほいほいほいで。痛い痛い痛い。よしよし、一匹やった。なんか知らんけど。頑張れ頑張れ頑張れ。よしよし、いいぞ。ほいほいほいの。ほい、よし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 。で、ダイヤモンドダスター。オッケー、一匹。よし、じゃあこっちこ、こっちこ、こっちこ。君は、あれやな、味方やな。よし、もうでもこれ、いけるやろ。片方を今収めたからな。よし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 。MP 回復した。これはでかい。これはでかいんじゃないですか。ダイヤモンド出すとじゃーい。へいへいへいのへい。頑張ってるやんみんなな。なんだかんだで。よしよし、こっちここっちこ。お前らな。おいおいおいの。ほら、これの範囲でかくしたいよな。これ強いっすもんね。てかこれが多分主力で使っていくやつやからな。雑魚殲滅でこれどんどん使っていこう。よいしょ、出た。ゲージなくなるやつや、こいつの。謎やぞ。やら。ほい、ほい、ほい、はい。よし、じゃあハイテンションいくぞ。ハイテンション。これの間はどうやら魔法使い放題。魔法使い放題。あれ、全然、俺全然適用ない。全然わからん。あの左の、紫ゲージやな。あれがなくなったら終了やから、その時に必殺技を唱えたい。よし、行け。かっこええよ、これ。これ、どういう攻撃なん？範囲？全体？範囲か、範囲か。オッケーオッケー、分かったかった。あ、全体か？やっぱり。竹棒、お疲れ。あ、レイスと、なんか。たたえ合ってたな、今。右のやつ何やねん、あれ。右のやつ、あれ何？よし、なんとか丸たちを押し返せたようじゃ。ちょっと大変だったけど、なんだかかな、なんとかなってよかったわ。さすがにもう大丈夫ね。あとは魔法研究所まで、署員たちが無事に運び込むのを待つだけよ。よかった。結構ここむっちゃ苦戦してんけど。ねえ。びっくらこいたわ。一回全滅するとは思わんかったな。全滅っていうか。負けるとかあんねんや、このゲーム。これは申し訳ない、皆さんに。お、めっちゃレベル上がってん。そうやな、死んだことによってレベル実は上げれるからな。そう思うと結構死ぬのもありかもしれんぞ。お、町に残る魔物を一掃しよう。あと少しか。オッケー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 。いいぞいいぞ。お、よく、また来てくれよな。よし、じゃあ、時間いい感じやから、今回これで終わろうかな。うん。というわけで今回はこれにて終了。次回、コートルダ奪還まであと少しと言ってるんで、なんとか取り返しますので、ご期待ください。それではまた、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をすると、更新情報を逃さずチェックできます。スマホの方は画面下の動画説明欄からどうぞ。また、ツイッターでも更新情報をつぶやいてますので、ぜひぜひそちらのフォローもお願いします。それではまた、バイバーイ。